はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。パワープロサクセススペシャル、今回もレンタルサクチャで、やっていきます。で、今回のデッキの編成は、北節2人に、他のキャラクターは得意練習率アップがついているキャラクターで編成をしてます。真剣野牛ちゃんですね、固有ボーナスで得意練習率アップがついてます。あとはシドレミちゃん、シドレミちゃんは通常で、得意練習率アップがついてます。で、あと2人男性キャラになるんですけれども、まあ、選べるキャラクターの中でね、野手で得意練習率がアップがついているのはこの2人になりますので、まあ、男性だったらね他にもいるんですけれども、とりあえずこの2人を入れてやっていこうと思います。で、火山院ですね、火山院は通常で得意練習率アップがついてて、さらに固有で得意練習率アップがついていると。で、そして得意練習は2種類持ちなので、まあ、これに、期待したいと思います。で、あらかたは、どっちだ、普通の得意練習率アップかがついている形 で、ただあらかたもね、得意練習2種類持っているので、まあ、あの合同練習が始まってどれだけこの得意練習率アップが効いて、タッグが組めるか、ときめきタッグが組めるかというところが、ポイントになってくると思います。通常時の練習に関してはもう全然人数が少ないので、ときめきをちょっと3人早めに上げていこうかなと、思います。4人はさすがにちょっときついかなと思うので、まずは3人とりあえずときめき状態にして、まあ、ちょっとでもね、ときめき練習の可能性を上げて、やっていきます。じゃあそんな感じで始めていきましょう。それでは始めていきます。言い忘れましたけど3人目です。で、アイテムは例によってやる気が上がるアイテムを2つ持ってきてます。男性キャラクターがね、イベントが起きないので、まあ、招き猫とかは特に持ち込まなくても全然大丈夫ですね。まあ、そもそも、まあ、イベントは全部消化できなかったとしてもそこまで影響はないので別にいいんですけど、まあ、例によってそのときめきシステムが始まるまでは評価芸を中心にやっていきましょう。で、どうしようかな、あのアンパンをなんかデートじゃなくて、なんだっけ、下校でその告白イベントを起こすんじゃなくて、まあ、ほったらかしにしといて、まあ、あの普通に告白イベントを起こそうかなともちょっと思ってます。ここはせっちゃんがいるんで、まあ、せっちゃんはね評価上げて下校を2回して告白を起こすという方向でやっていきます。あともう一人誰あげようかなっていうのは全然決めてないんですけど、まあ、技術ポイントの余地にしようかなって、3人目ね、まあ、なんとなくだけど。あとときめき練習の1回目と2回目は全員のときめき度が上がるんで、まあ、そこら辺もちょっと考慮しつつやっていくと効率は良くなると思います。で、コツはまあ欲しいわけではないんで、ちょっとときめきやって、せっちゃんいきましょう。体力もちょっと減ってるしね。で、ここから、まあ、見つつせっちゃんだね。ちょっとやっぱりせっちゃんの評価は大事で、監督評価はまあ爆弾が爆発しなければ多分大丈夫だと思うけど、野牛ちゃんの評価が先かな。監督もいるし、一応1回くらいは練習しておいていいかな。え、これ何、誤解を解くか。誤解だ。やる気が下がった。やる気の変化のあるイベントはちょっと把握しておいた方がいいと思います。しかも一緒に下校しねえし。そうだね、ちょっと体力的にもう一回ときめきやっておいて。でもせっちゃんの告白って体力回復するんだよね。この2人の評価を上げておくか。で、一気に体力回復を狙っていきましょう。これも距離伸ばしておいてやる気を上げて、チャレンジ精神は務まらない。
俺はせっちゃん命だ。あ、これどうなの、ときめき度が上がって、あ、まだ緑に行ってないか。で下校して、まあ、とりあえずせっちゃんのときめき度は上げて、あとときめき練習が発生するように評価を上げきってから、他の人たちの評価を上げていきましょう。でときめき練習が起こってない時はヤギュちゃん乗ってるでしょ。あとアンパン一応乗せとくか。アンパン乗せてからときめきを上げていきますか。そうするとなんかやっぱりちょっとずつ遅れてくるんだよね。まあ、あとヤギュちゃんもね、得意練習率アップがあるとはいえ練習は1種類だけなんでね、得意練習率アップがなくて、まあ、2種類持ちの方がいいのかっていうのは多分なんか2種類持ちの方がいい気がするけど、まあ、一応今回ねコンセプト的には得意練習率アップ2種類じゃなくて得意練習率アップがついてるキャラを入れるという方向でやってます。りょうちゃん上げてこう。でアンパンは多分ときめき練習で上げていきたいな。それはそれで遅くなるか。ときめき度を上げていこう。りょうちんのときめき度が先に上がるのか、それともアンパンが先に上がるのか。でヤギちゃん2回で終わるんだっけ。1個イベントが追加されてる代わりに金徳寺自体は2回で終わる。強く筋力がもらえる。でそうだよね、2人いないってよっぽどだよね。もうちょっとね早く合流してくれると、まあまあいいかなって思うけど、ちょっと合流期間がな短い気はする。男性2人っていうのもちょっときついよね。これもね謎の謎イベントなんなのこれマジで。やっぱ重ならないか、重ならないか。やっぱりアンパンはあげとくか。あ、待って待って待って、告白が起こっちゃうとちょっとせっちゃん評価低いから、ここまで来たらなんだっけあの人、名前が出てこない、名前が出てこないけど、あの子をあげておいた方がいいかもね。能力がしょぼい。りょうちんね、りょうちん、これ本当に合流してから爆発してくれないとマジで経験点を更新できる気が全くしない。てかもうこの編成はね更新できるとは思ってないんで、一応こんな感じになりますよっていう。だから6回しかないから、なんか本当に上位を狙いたい人はもうガチガチの編成でやった方がいいですね、6回とも。だ多分いろんな人がいろんな編成試してると思って聞けそうだ打てなかった、話してたらやる気がない。これはちょっとデートだな、デートをしてやる気を上げよう。段階一応見るか。いないいないいない、誰もいない。デート、よし OK。 これでとりあえずやる気は元に戻した。で
うーんだね、せっちゃんの評価低く。毎回なんかせっちゃんの評価に悩まされるよな。ちょっとりょうちんあげるか。もうこれで行くかな。クリスマスはねやっぱりせっちゃんと過ごしたいし、バレンタインもせっちゃんと過ごしたい。りょうちんまだか。ときめき練習が発生すれば乗るんだけどな。いや、やっちゃおう。あまりにもときめき練習が発生しなさすぎる。逆襲、2人目だからね、金徳が取れます。大凶の中10も下がんのこれ。監督評価72とか。ここにいるけどマジか。デートしてやる気上げて、今回監督評価マジヤバそう。下、うん、経験点は高い。監督評価あと上がる機会なんかあったっけ。いやマジで来ないな。これもう、いやどっちの評価が高いんだ。これバレンタイン微妙だよね。どっちの評価が高いか分かんねえから、分かんねえから、ハッチも上げ始めるか。ときめきどう。なんか短い期間だったら4人でもなんとか処理できるかな。とりあえず1回目ようやく来た。別に大した経験点じゃないんで、そのまま行きましょう。溢れるのは気にしなくて大丈夫なんで。アベレージヒッター、でこれでときめきとか全員上がるんで。ラブパワーか。ラブパワーももろ刃の剣だよね。りょうちん上げておいた甲斐があったな。ときめき練習が一応発生してる。ただ今の段階だとまだまだ経験点は足りない。で2月の1周、あこれはどうしようかな。やる気が下がるんだっけ失敗すると。やる気はもう下げたくないんで。よし合同練習頼むぞ。メンタル火山員がいるけど、そこそこの経験点取れんな。そこそこの経験点が取れるけど、爆発を考えるとどうしようかな。もう一回あげとこうかな。もう4人で行こう。急遽予定変更、もう4人にする。合同練習の時になるべくときめき練習の発生率を上げるために4人行きます。井戸端が発生すると結局モテモテって剥奪されるからね。うわラッパーがなくなった。あバレンタイン、あれバレンタインってやる気上がんの。上がんねえ。ちょっと見よう、発生してるかどうかだけ見ておく。特にないね。特にないからデートをしてやる気を上げる。もう4回目か。大番狂わせ。よし来た。お2つあるね。どっちがいい。どっちでもいいな。どっちも同じくらいだな。260か。こっちが200、あんま変わんねえな。スカウトさん評価もあるし、こっちにしようかな。これあらかたか。レッスンレベルとか全く上げてねえな。出た。これもよくわかんないけど真ん中にしておく。諦めずに探すっていうの。うわ失敗した。めちゃくちゃ下がった初めて失敗したんだけど。いない。
最後のデートをするか、せっちゃん。ここは体力回復しないのか。とりあえず爆弾、爆弾が来たけどない、何にも。ハッチ行くか、体力回復も兼ねて。かなり上がった。でシドレミちゃんが終わって、アンダ製造機、アベレージヒッターも取ったことだし、アンダ製造機取りますか、さばくために。 A にしておいて、パワーもちょっと上げとこう、試合で打ちやすいように。筋力一応メンタル見る、いや筋力だな。レッスンレベルアップ、マトハッチか。ときめきが少し上がってどうなった。あ、乗ってるな、全然乗ってるじゃん。お、いいねいいね、アンパン活躍してるわ。これは北摂キャラだと、そっか、ワンタックでいけんだっけ。チェス勝負だ。これで赤やろう、赤の初手はやる。技術全然足んねえ。どなたですか、こっちか。うわーいいねー、これがいくつだ。600700か、こっちの方が高そうだね。ただどうやってさばけばいいんだ、技術がなさすぎて。さばけん、怪我しにくさ、直取りしよう。であと逆境も直取りしよう、これで大丈夫でしょ。なんか危ねえな、もうちょっと筋力さばいておくか。ホーム突入、ムードも取っとこう。なんか打開取れるか取っとこう。よし、これで大丈夫でしょう。やっぱ勝負仕掛けないとダメだね。これでもう一回練習するみたいな。で技術ないんだって、技術ないから、スタミナでも上げとこう。ただ経験点をさばく、それだけの目的。 B にしとこう、もう行こう、もう一回行く。これはそうしないと経験点伸びないもんだって。あらかた、お前がタックできたか。これはなんか体力回復したいんだけど、上かな、回復したね、よし。お、二人目、いやー、あ、二股になってない、二股になってない、よかった。これまずいよね、これはまずいよ。いや経験点取りに行く、これマジでまずい。スタミナ上げよう、100になってしまった。え、筋力いくつ、600の720か。あと何でさばけんの。とにかく筋力を使う、プルヒッター。意外性も取る、もうこれだけだよね。重い球とか取れんのかな、あ、技術がねえんだ。280余ってしまうけど、爆弾が爆発するかもしれないけど、やろう、経験点のためだ。素敵だろう。おお、これはまずい、これはマジでまずい、これもう絶対爆発するでしょ、経験点が。いやこれはもうちょっとさすがにね、さすがにもう処理します、爆弾処理班で告白か。爆弾、悩みを聞いてあげたからね、やっぱりね、悩みを聞いてあげる男性っていうのは受けはいいよね、告白受ける。もう井戸端発生しないし、そもそも2人か。
あ、2人じゃなくてこれか。ちょっと待って、500、いや、ちょっと技術が欲しい、技術が欲しいんだけど、この筋力ガチでどうやってさばく、もうさばきようがないんだけど。全開、あとなんか取れるのあったよね。根性か、25だけでもちょっとさばいておこう。じゃあそれ考えたらさ、精神練習でもよくないかっていう。500くらいはもらえるんでしょ。そうだな、ちょっと筋力あふれさせちゃうのが159か。あー、まあまあまあいっか、じゃあこっちにしよう。しょうがない、スカウトさん評価も上がったね。ちょっと冷静、これは調整しよう。ちょっと体力を回復させる。おお、まだいける、まだいけるけど、ときめき練習が発生してるわけではないので、筋力に沸騰100。ここは一回処理しとこう。で、爆弾できた。筋力ちょっとアンパン働くな。アンパンが働いてるわけじゃないか、あらかたか。まあやろう。いや、いよいよちょっと筋力のさばき方が問題になってきたな。これはいく、それ600でしょ、の700だから、あ、大丈夫っしょ。シドレミちゃん、あ、一発逆転とかもう自家取りしちゃってよかったな。いやー、これマジどうすればいいんだ。なんか一応ちょっと爆発してる感はあるよね、爆発的経験点ね。4番取ろう、守備力ブーストも取っちゃおう。ちょっとあんまり技術を使わないで取れるやつ、一発逆転ももうちょっと取っちゃおう。これ直取りしてよかったな。接戦も取っておくか。あと速攻も良さそうだね。ちょっと速攻取ろう。そこからなんかある。ハイボールヒッター、ローボールヒッター、ちょっとあれだな、視野に入れよう。フォーバックルはせ軽いな。パワーヒッターちょっとあれか、技術が足んないか。ってことはやっぱ投手の特能に走り出そう。重い球が結構筋力使って他のが使わない気がしたけど、技術が足んないのかな。あ、技術が足んないんだ、1段ね。なんかある。速球対抗心、これでいいかな。筋力いくつもらえるんだっけ。ちょっと回復はするけど、600、全然溢れるわ。もっとさばかないとダメだ。じゃあちょっと総力で若干さばいていこう。でもとにかく筋力を使う特能を取ろう。じゃあもうラッキーセブンだな。うわ、ラッキーセブン取ったらもう技術がねえわ。あっき打ちもいくか。じゃあはい、ちょっとでもで投手特能も、いやもうないわ、ない。でちなみにさ、これラブパワー発動するとさ、さらに経験点上がるのかな。870 これカンストしてんね。もうダメだ、やる。250ポイントくらい無駄になったけど、どうにもならん。トリックスター、やる気がなかった、ひどい。ちょっと待って、これ見よう一応。この2人か、この2人か。いや、だからもうどうにもなんないんだって。チャンスも取れねえし、技術がなさすぎるわ。いや、ガチで筋力の使い道がない。いや、なんもねえわ、投手。いや、本当にない。爆弾爆発しそうだけど、ちょっと114はなかなか美味しいからね、今の俺にとっては。やろう。
これ、どうでしょうか、やる気上がってくれ。下がった、これもうダメだ。いや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 、もう無理です。よくここまで持ってんな。なんか初回はさ、1回目で爆発したけどさ、今回何気に持ってるよね。やることない、やることないから爆弾除去しとくか。6月の4週になるから、あれ、なんで体力回復したの今。よくわかんないんだけど、体力回復するもんなの？体力絶対減るもんだと思ってたんだけど、そういう感じじゃないのか。パワーヒタ直撮りしよう。本当は広角打法も技術があれば直撮りしたかったけど、さすがにそうもいかないか。あと、まあローボールヒッターだね。ホームシシュ取ろう。で、精神はまあまだまだ全然大丈夫なんで、競争心とかでね、さばけるんで。じゃあ、練習が来てるね。筋力でしょ、でもまた。また筋力。どうなってんの、アンパン。いくつ ?200 か。まあ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 、いいでしょう、やろう。余りすぎだから。粘り打ち。まあ、ただここで人がいなくなってしまったんで。いや、どうだったんだ、結局火山院とか。あらかったはなんかそこそこ来た感じがしたけど、火山院がなんか微妙だったな。そしてこの筋力、マジでどうにもなんねえな。本当にどうにもなんねえ。技術がゼロの段階で無理だ。じゃあどうしよう、りょーちんレッスンしよう。技術をくれ。160、しまった。監督評価全く気にしてなかったわ。よ、乗り切るしかない。ミートとパワーだけじゃスタメンにはなれなかったか。やっぱり守備力とかも大事だよね。外野だからね、俺。お待たせいたしました、守備位置。これファーストとかだったら、まあもしかしたら、もしかしたらって監督評価がない段階で、もしかしたらもうないんだけど、代打の切り札、それが俺だ。いや、もう試合経験点とかいいや。ここはときめきブーストで経験点を稼ぐ方法。てかさ、試合してさ、これ甲子園行って乗る？あ、乗るな、さすがにそれは乗るわ。ときめきでもう一回りょーちんやレッスンして技術を稼ぐに、よしよしよし。え、守備力のコツなんてつかめんの？知らなかった。で、レッスンって体力ないとできないよね。そう、体力が不足しているため個人レッスンできません。そういうシステムなんですよ。じゃあ何、また筋力なんだけど、広角打法、プルヒッターと広角打法勝ち合うけど、これでちょっと技術を、技術じゃねえや、筋力、こうでしょ、失って OK して、でそこからプルヒッター取ってっていうことをやる。ただ砂漠、それだけ。それでもまだ830余ってるかな。2だか、はい、取ろう。じゃあちょっとデートしよう。体力回復、チカちゃんは最初かなり体力回復が入った気がするんで、やっときましょう。筋力か、いや、その通りだ。何が、え、ちょっと待って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 、あ、ときめきか。今はもうときめきが下がっても緑をキープしてれば大丈夫だからね。エピローグポイントに影響する評価が下がるのはちょっと勘弁してほしいけど、ときめきがちょっと下がるくらいいいでしょう。やばい、負ける。代打の切り札、安打製造機だけど、2位の初球ストライクから
6回裏だからね、2回は待ってくるでしょう。投げたボール、ここは確実に同点にして置きたい。頑張れ、あ、無理か。ピッチャー踏ん張れなかったけど、これはめちゃくちゃチャンス。2位の北節最悪でも大山さん足が速い。外角低めボール。第3球は死んだか。いやこれ敬遠されるぞ、これ絶対ウエストされる。あ、違った。インコースだった。ファールボール。投げました。あ、ちょっと待って、振る。そう、これは振る。振ってここにかける。投げました。いや、さっきの振っといて大正解だったな。そういうことも必要です。あれでフォアボールになったら点が入らなかったかもしれないから。で試合経験点で、また筋力が、もう筋力筋力言ってるけど、7月4週もう大して入らないから、レッスンしよう。レッスンして技術を稼ぐ。3レベルくらい上がってくんないかな。3レベル上がるとだいぶ経験点手に入るからね。3上がった、110、上り流下、走力1、筋力24って溢れてるわけじゃないよね。あの溢れてない、ギリギリ。さて広角打法を取るか。フルヒッターを失います。いいよ。でプルヒッターがね、コツがあるのがちょっとあれだね、筋力をさばけない要因になるね。何やってんだこいつって感じだけど、正直切り込み隊長ちょっと技術使いすぎだな。ちょっとローボールヒッター外してハイボールヒッター取るか。でもう一回ローボールヒッター取れるよねこれ。なんかすげえアホみたいなことやってるけど、ローボールヒッター取ろう。でもう技術足んないから、このくらいで、このくらいで勘弁しておくか。で守備ガチで、ガチで技術を稼ぐ。いやここら辺のね、その経験点の調節ができないっていうところが本当北節難しいよね。技術足んないんだったら両親にしときゃよかったじゃんってなるけど、そうすると今度技術が余りまくるっていうねことになるから、結局。お待たせいたしました。いや絶対そうかとは限らないんだけど、そうなりやすいっていう。実際にアンパンチャン入れて筋力が足りないこととか普通によくあるから、ね、今回はだからアンパンがすげータック来てくれたよね。3回の裏北節攻撃に入ります。トップバッターは2位の今日2点を挙げています。関駅ここは引っ張りに警戒します。実際経験ってどうなんだ。そういえば後半は良かったね。もう前半全然ダメだと思ったけど、後半なんかそこそこ来た気がする。結構冒険したからね。爆発しないのがちょっと不思議なくらいだけど、そんなもんなのかな。あんまり回数重ねてなくて、しかももうなんか赤爆弾ついたら割と速攻で除去してたから、だってマックスまで2回持ってったからね。あのもう絶対次爆発するっていう一歩手前。そういうところも含めて国説はちょっと運が絡む。要は爆発しないっていう運。74、あと2回試合があるからな。でもう最後じゃねえや、1個前でメンタルやって最後練習する。スタミナとか減らせないかな。こんないらねえんだけどスタミナ100とか。ちょっと投手見るか。伸びか。あでも、うん、やっぱ技術使うんだね。重い球取ろう。尻上がり結構良くない、まあ、そこそこ筋力精神をそこそこ使う。先制ストライクもあれだしな。どっちがいいんだろうな。プルヒッターコツ3もいらないな、マジで。片目打ちは50か。でも筋力50さばけるのはまあそこそこでかいんで、ちょっと片目打ち取りますか。
技術ゼロになったけど500でしょ、多分溢れないでいけるね、あのちょこちょこ消費していけば。ただチカちゃん最後のエピログポイントやっぱり筋力寄りなんだっけ、筋力キャラだから、まず勝ち進まないとね、少しでも経験点を稼ぐために。北節追う展開で迎える3回です。ツーアウトランナーなしという場面で2位を打った、これはいいよ。北節リードで迎える4回です。点を取ってくれている。そして鶴屋君優しい、ストレートしか投げてこない。ちょっと待って、点は取られる、それが北節。大東、大東はほぼほぼ変化球、シンカーって曲がり始めが早いから俺的には結構打ちやすいんだよね、見ながら、その曲がってるのを見ながら打てるから。逆にスプリットとかがねやっぱり難しいよね。もう無理だ、こうタックなんて組んでらんねえ。守備が結構高いね、経験と練習レベルが高いから。さて最後行きましょう。その前に筋力をさばく、筋力と、あ、弾道でも上げとく。弾道で50くらい使えるのか。そう考えるとよ、満塁男を取っておくか、まあ、精神を裁くため。タイエース、ちょっと待ってよ。打たれ強さをちょっと取って、精神を裁く。で、根性を取って、投手も取っちゃったんだっけ？投手取ったってことは、ポーカーフェイスを取れば投手がなくなる。一回 OK して、で、一回ちょっと投手を取っとこう。こうか、これで精神はもう絶対大丈夫。さすがにここから700を稼ぎ出すことはできないん で筋力もあと400くらいか。いや400は稼げないと思うんだよな。ちょっとでも減らしとくか。臨床で使えるだけ使おう。ここがもう限界値か。ここが限界値だね。いや、もう一個あった。大番狂わせ。OK。もしかしたらこの回が大番狂わせになるかもしれない。ちょっと後半本当に筋力さばくの。お待たせいたしました。で、どれくらいの経験点が出てるとか全く予想がつかないんだけど。攻撃に入ります。いや見れるけど。見れるけど見ないでよ。天空ここで引っ張りに意外に出てないかもしれない。逆に引け。ボールが回った。アウト。これでは4回の裏、北節攻撃に入ります。先頭バッターは2位の最初のバッターボックスは、こういうイベントをやると第2球やっぱ立ち回り学べるからね。まずは経験点を出すためにはどう立ち回るのか。第4球をそれで、あとはじゃあ金徳を混ぜながら、経験点だけだとどうしても金徳の数が少なくなっちゃうんで、しまったけど、まあとりあえずヒットにはなった。2のツーベース。6回の裏、北節攻撃に入ります。トップバッターは2位のスライダーボール。こういうイベントでね、かなり勉強になりますよ。強い当たり、さらに伸びていく。ホームランが打てん。もう一回待ってこい。さあ追加点のチャンスを迎えました。ツーアウトランナー一塁三塁という場面で、ちょっと1本は打ちたい。投球これから2球目、もう20点には降板したか。投げました。ちょっと打ち打った。どうだ、北節1点入りました。いや北節どうだ、ホームランなし満点みたいな感じの経験点だったら、まあ、95かいいでしょう。さて最後の最後、筋力があふれないことを祈る。これで100くれんだよね。でアンパンいくつくれんの。
あーアンパこれマックスなの？いや減ってはないはず、減ってはないよね。これマックスなのか。404040、あでも全種類くれんのか。ハッチとかだと精神くんないからね。そして最後、そういえばヤギュウちゃんもくれたな、エピローグポイント。まあ助かる助かる、さよなら。さて点数的にはまあ1万3000くらいか。まあ、男性キャラ2人入れてて最初伸びなかった割にはいったよね。1回目って1万3000いくつだったっけ。もしかしたら更新したかもしれない、ちょっとだけど。もういいよ、もうこっからなんか能力を揃える気になれない。絶対パワーが、パワーじゃない、筋力が余りすぎて、かつ技術が足りないっていう状況だから。あれ回数ここは1万2000だったっけ。あれ1万3000だった。あーじゃあ一応更新できたわ、一応ね。まあ、第1回目と第2回目がちょっと、まあ、変な話大したことなかったからね、だからいけましたけど。そうだね、だから得意練習率アップで、まあ、タッグを、まあ、組めるようにするんだけど、まあ、ちょっと男性キャラを2人入れなきゃいけない関係上、まあ、後半でどこまで爆発できるか。で今回に関してはかなり無理してこれだから、うん、まあなかなか1万5000とか出すのは難しいかもしれないですね。相当無理をしないと多分1万5000とかはこの編成だと厳しいと思います。まあそんなわけでとりあえず今回、得意練習率アップを持つキャラクターを入れて、まあやってみましたということで、一応更新ができました。残り半分3回ですね。まあ、これも、またやっていきたいと思いますので、今回はこれで終了します。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。